ポール・ラクールはデンマークの気象学者、物理学者、発明家。1891年に風力発電の実験をしたことで知られる。ポール・ラクールの風力発電機1846年にデンマークのオーフスで生まれ、後にコペンハーゲン大学の教授になり、物理学者として気象学上の業績や電信技術の分野でも業績を上げた。 1878年に、ニコライ・フレデリク・セベリング・ルントビの思想に共鳴して、ユトランド半島南部のアスコーの、アスコー国民高等学校に赴任して、物理学と数学を教え、校長を務め、1891年に、風力発電研究所を設立して、風力発電で発電した電力を利用するために、当時は、鉛蓄電池が高価だったので電気分解した水素と、 酸素に蓄電する実験を実施した。1882年にベツッキーが航空機用プロペラに対する翼ソリロンを発表しているが、ラクールはいち早くこれを風車翼の設計に取り入れ、不安定な風から一定の出力を得るための機械式調速装置を開発しただけでなく、農村の殿下も行った。現在では彼の業績を検証した博物館がある。 ありがとうございます。